おはようございます。マジュメゾン今週のラッキー報知占いをお届けいたします。この番組は占い館マジュメゾン川越サロンに所属占い師相川千景がパーソナリティを担当しています。心がウキウキワクワク今週も頑張るぞとなるような明るい占いをお届けいたします。ぜひ毎週月曜日朝8時からの放送をお楽しみください。ラジオ放送と同時に FM ルピナスの YouTube チャンネルからも同時に配信されています。出勤途中の電車の中からも楽しめますのでぜひお聞きください。今週はウエイト・スミス版タロットを使って皆様の運勢を出してみました。タロットカードは78枚で1組、それぞれに異なる意味が込められています。あなたの心の中に眠るストーリーを時に優しく時に鋭く気づかせてくれる頼れるパートナーのような存在、それがタロットカードです。それでは今週の運勢に参ります。1月生まれさん、ハップの5が出ました。一生懸命やってるつもりなのに手応えがなくて落ち込んでいませんか？以前明石家さんまさんがおっしゃっていました。落ち込む原因は自分を過信しすぎてるからだそうです。できない時は私はまだまだここまでかと受け入れて、そこから成長しようと思うとこの先の人生が大きく変わります。これからの伸びしろに期待しましょう。2月生まれさん、ペンタクルのクイーンが逆位置で出ました。最近浪費や暴飲暴食に走っていませんか？目の前にあるチャンスをうまく生かすことができずに、そのはけ口として暴飲暴食や浪費を重ねてしまっているのかもしれません。そういう時はほとんどの場合ストレスが原因、自分の心の声に耳を傾けてみましょう。睡眠不足に原因がある時もあります。早寝することと睡眠の質を高めることを心がけることで生活リズムが整い、心の安定につながります。3月生まれさん、ペンタクルのキングが出ました。今週のキーワードは急がないことです。物事の結論を出す前に多面的な角度から検討してみてください。それでも迷ったら自然の中を散歩してみると良いです。気持ちよいインスピレーションを受け取ることができ、きっと良い答えが見つかります。恋愛中の方は結婚についてお相手ときちんと向き合って話し合う良いタイミングです。不倫の方は今のまま安定した関係が続くでしょう。4月生まれさん、皇帝が出ました。具体的な目標を立てて行動を起こすのに良い時期です。自分の責任をしっかり果たすことが求められますから、最高のコンディションを維持できるように体調管理に気をつけてください。朝のラジオ体操は早起きと体操する習慣づけが同時にできるので地道に効果が上がります。難しい問題を考えている人は自分だからこそ乗り越えられると信じてください。真正面から問題と向き合うことであなたの人間力が養われます。5月生まれさん、ペンタクルの5が出ました。寂しさや苦しさで胸が押しつぶされそうなことがあるかもしれませんが、今は焦らないことが大切。明けない夜はありません。必ず夜が明けて明るい朝がやってきますから大丈夫。辛い経験はあなたの心の栄養になっていつか誰かの役に立てます。6月生まれさん、魔術師のカードが逆位置で出ました。情報や知識が多すぎて頭でっかちになっているようです。マニュアルに捉えられていると自分らしさがどんどん失われてきます。自分の直感力を信じてもっと自由に発言したり行動を起こしてみると次のチャンスがやってきます。恋愛運は思い悩むことがあったら思い切って相手に気持ちを打ち明けてみましょう。きっと良い感触で受け止めてもらえます。7月生まれさん、カップのナイトが逆位置で出ました。仕事や家事のペースが上がらない1週間になりそうです。やる気が起きなかったり、くよくよして物語が決められなかったり、そんな時は思い切って自分の楽しみのために時間を使ってみましょう。気になっていたスポットに出かける、話題の映画やドラマを見るなど、影響を養うとやる気が戻ってきます。今週は人と会うと相手に振り回されそうなので、一人で余裕ありげに気取って過ごすと運気がアップします。
8月生まれさん、ワンドの9が出ました。今週の開運の鍵は準備をすること。例えば仕事では何かを聞かれても良いように念入りにシミュレーションしておく。出かけるときは電車の時間や行き先を情報を調べておく。何かトラブルがあっても乗り切ることができます。ご自分のボディーメンテナンスをすることも大切です。筋トレやヨガ、ストレッチやウォーキングなど目に見えるほどの効果はすぐに出ませんが、継続は力ないです。一人でやることに限界を感じたらスポーツジムに入会するのもおすすめです。9月生まれさん、バンドのクイーンが出ました。あなたの魅力が遺憾なく発揮される時です。自分に自信を持って人生を楽しむ心意気があなたをより一層輝かせます。とっておきの洋服はタンスの肥やしにしないで、ぜひ今着てみてください。華やかなエネルギーが周りの人に伝わります。年上の女性とも縁が深まる時なので、お茶やランチに誘ってみると良いです。恋愛運も好調ですから、今まで言えなかった本音を伝えてみるチャンスです。10月生まれさん、カップのページが出ました。多少忙しくても楽しいことを満喫できる時間を確保しましょう。リフレッシュすることで想像力が広がります。アイデアが浮かんだらすぐ実行に移すと手応えのある反応がありそうです。若い人と縁があるときなので、お子さんと遊んだり年下の友人と会うと幸運を呼びます。11月生まれさん、戦車が出ました。仕事運が好調です。念願の目標やノルマがクリアできそうです。上を目指すほど実力が発揮できる時なので、挑戦し続ける勇気を持ってください。恋愛運も好調です。婚活中の方は望むターゲットに絞った婚活パーティーに積極的に参加すると良い出会いに期待できそうです。12月生まれさん、カップの9が出ました。このカードは願いを叶えてくれるウィッシュカードです。願いは人と違っても大丈夫。自分らしさを大切にすることが幸運を呼びます。叶った後の幸福な気持ちを先に頭の中で具体的にイメージして、願望成就を引き寄せましょう。自分を幸せにしてくれるようなご褒美を先に用意するのもおすすめです。今週は美味しいものの食べ過ぎに注意。食べたらその分動いてカロリーを消費してください。はい、いかがでしたでしょうか。占いは運気の目先案内人です。運勢が良かった方もそうでなかった方も、ぜひ参考に元気に過ごしてくださると嬉しいです。この番組でお届けするメッセージは、あなたが生き生きと幸せに過ごすためのもの。来週もこの時間は相川千景が心を込めて皆様にお届けいたします。ぜひお楽しみに。相川千景は占い館マジョメゾンで対面鑑定、電話鑑定、オンライン鑑定をしています。毎週日曜日は川越サロン、そして不定期にはなりますが金曜日には声優ライステに出演しています。出演日はその月によって異なりますので、マジョメゾンの店舗サイトや相川千景のブログ、インスタグラムをチェックしてくださいね。マジョメゾン川越サロンの場所は西武新宿線本川越駅から徒歩4分、県民共済紳士服のお店の2階にあります。相川千景のメインとなる占いは三名学西洋占星術、タロット、手相、イーチンタロットです。どちらの職場に転職したら良さそう、出会いはいつ、あの人の気持ちは、あとどんなお悩みでも親身になってお聞きし、あなたとお話しながら今後どう動けば良いかを一緒に探っていきます。また初めて占いを受けられる方でも親しみやすく安心して鑑定を受けていただける雰囲気作りを心がけています。周りに悩みを相談できない方はぜひお気軽にいらしてください。ご予約もできますので、詳しくはマジョメゾンのホームページやブログ、ツイッター、インスタをチェックしてくださると嬉しいです。そしてこの番組のツイッターアカウントがあります。マジョメゾン今週のラッキーフォーチュー占いのアカウントはアット川越メゾン FM、 ぜひフォローをよろしくお願いいたします。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今週の運勢をお届けしましたのはパーソナリティの相川千景でした。それでは皆様、来週もこの時間もお楽しみに。素敵な1週間をお過ごしください。今日もお気をつけていってらっしゃい。